あの世の中にいいろんなデザインがあると思います皆さんが持っている本もそうだしこのコントローラーもそうだしこのセットもそうだと思うんですけどもこういうデザインっていうのはデザイナーさんの人たちがいろいろ考えて自分の考え方で作ってこうやったら見やすいだろうとかこうやったら触って分かりやすいだろうとか聞きやすいだろうとかそんなことを考えていると思うんですがもうちょっとそこに見るとか触るとか聞くの心理学の考え方を入れていくともっといいものができるんじゃないかっていうのがデザイン心理学の考え方です。 まずデザインというとみんなが気にするのはどういった色がいいだろうどういう色を使えば目立つだろうかっていうそういう問題がよくあの僕もデザイナーさんから聞かれるんですけどもどんな色がいいと思いますか赤っていう人が多分一番多いんじゃないかと思うんですね色として一番目立つのは赤なんじゃないかいや黄色かないや私は青だいろいろなことを考える人がいると思いますで赤っていうのはどうかなどうでしょうか 意外と目赤っていう色は意外と暗い色なんですね。ですから例えば黒板のところに赤いチョークで書くと意外と白いチョークより見にくいでしょ。でこれってどういうことなんでしょうねで実は目立つ色っていうのはあんまりはっきりしないこれを見てもらいますと A から K まで字が書いてありますけれども一番上のところでは A の方がよく目立ちますが一番下の段に行くと JK の方がよく目立ちますよね。ということは。 黒い色が目立つのか白い色が目立つのかということは実は背景との関係で決まってくるということなんです。でこれは最近、まあ、目の方の見る方の心理学の人たちではよく知られている話題なんですけどもあんまり一般には知られてません。だから目立つ色を作りたかったらば背景と合わせて考えなきゃいけない。背景が明るかったら暗い色を使いましょう。例えば白い紙の上に赤い色は非常によく目立ちますが黒板の上に赤いチョークだとあんまり目立たない。逆に 背景が暗ければ、例えばこのスライドのように暗いければ、黄色とか白っていう明るい色が目立つわけです。人間の目はコントラストを見るようにできている。で、最近あのオリンピックが来ますので、えー、展示ブロックを見やすくしようっていうプロジェクトがあります。昨年12月に、えー、いろんな色を探してみて、こういう色がいいっていうのを決まってきたようです。よく目立ちますよね。黄色と黄緑が決まったようです。でもこれ今皆さんが習ったことを覚えたことをちょっと使ってみるとどうでしょうか。 これ背景が暗いのでよく見えますけども背景が変わっちゃったらどうなんだろうで暗い色のここの床みたいな色だったらどっちでしょうねちょっと明るいところだと黄色は目立たないかもしれません明るい背景のブロックだとかあるいは黄色いタイルのところだとかに貼っちゃうともう展示ブロックは目立たなくなってしまいますですから 私たちが目立ちたいものを作りたいと思ったら背景とのコンビネーションで考えなきゃいけないということでこういったものをつまり目立つのは色ではなくて私たちが見ているのはコントラストだっていうことですねでこういった知識を使ってデザインを良くしていこうどんなことをやったらもっといいデザインができるかっていうのを調べるのがデザイン心理学です。